はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もね、まあ久しぶりまあまあ非売品の、混ぜ返しやっていこうかと思います。ということなんですが、先日ね、なんだセンチメンタルグラフィティかのファーストウィンドウに絡めて、そのいわゆる本編が出る前にちょっとファンディスク的なね、まあなんかちょっとプロモーション的なねディスクが出てるような話をした時に挙げたのが、まあナイトルースというタイトルだったんですが、ナイトルースというのはね、まあそっちの動画の方でね、一応こういう話をしたんですよ。まあこうね、ザ・メイキング・オブ・ナイトルースが出て、まあナイトルースのこの一作目が出て、でまあその後もねメイキングがいろいろ出てましたよみたいな話をこうしたんです。まあ、そっちの動画見ていただければいいんですけども、このねポイントはね、今回紹介したいのはね、この1作目なんですよ。まあ、1作目が出る前にこうファンディスク出ましたよとあったんですけども、まあ、ちなみにこれがこのザ・メイキング・オブ・ナイト・ルースという1作目の、メイキングだからファンディスク的なものなんですけども、これはまあここにね書いてある内容を読むと、本格ハードベンチャーゲームナイトルース発売に伴い、声優ファンにはたまらない内容のプライベートディスクということで、まあ、本編出てないから、こうゲーム内容わかんないのに、こうファンがつくかっていうと、まあ声優さんがね、いっぱい出て、人気声優さんがいっぱい出てるから、まあ具体的には、上田裕二さん、宮村優子さん、氷上京子さん、緒方めぐみさん、金井美香さん、若本のりおさん、折笠愛さん、以上の豪華声優陣が登場ってこう書かれてるわけで、まあ言ってみれば、まあ、PC エンジンあたりからね、始まったこう、CD-ROM にね、こう声優さんがこう、参加して、まあ声優さんをちょっと売りにしてる部分があって、まあだから、このゲームに関して言うと、まあ本格ハードベンチャーゲームかどうかは、こう、プレイしてみなきゃわからないんだけど、先にこう、声優さんのね、ファンディスクを使って、こう、盛り上げていくみたいな感じの展開があったかと思うんですが、これが、まあ、6月にね、1996年の6月28日に発売されて、この本編の方が、8月9日に発売されるという、まあ、そういうような流れがあったわけですよ。で、まあ、こっちの方のね、本編の方です。まあ、本格派かどうかは皆さんプレイしてね、確認していただければいいんですけど、まあ、言ってみれば、こう、まあ、見てわかる通り、学生さんたち、まあ、こっちだとね、何のことやらさっぱりわかんないし、こっちもね、本格アドベンチャーだけど、何のお話かもよくわかんないんだけど、こっちを見ると、ちゃんと、こうね、学生たちが出てきて、まあ、なんて言うんだろう。まあ、ここ、ちょっとね、こう、なんか、ね、魔法人的なものがあるから、ちょっと神秘的な何かありそうだな、と、よく言われるのが、ほら、学園ジュブナイル、なんちゃらみたいな表現、ペルソナシリーズとかでよく使われるような、なんかああいうタイプと、まあそうだな、あとは東京魔人なんちゃらとか、ほら、空論なんちゃらみたいな、ああいうような、学園もので、ちょっと神秘的なものを扱ってるシリーズみたいな、ああいうニュアンスを、まあ、出てるのかな。まあそれらよりもこっちの方が作品古いんだけど、まあそういう感じの雰囲気は伝わってくるかなと思うんですけども、まあ実際ここなんて書いてあるかっていうと、闇の扉を開けたその時から謎と恐怖があなたを襲う。少女が炎に包まれて絶命するというショッキングな事件でこの物語の幕は上がる。それはこれから起こる不思議な世界の入り口だったって感じでね、なかなかこうなんかこうね、お話としてはまあ神秘的なね、謎があるようなアドベンチャーゲームなのかなっていうのがわかると思うんですよ。で、まあ要はこれが発売されて、これが出てきたわけなんですけども、プレイステーション版っていうのが存在するんですよ。まあ、ちなみに、ここには、ナイトルース、大きいとにちっちゃいウが入って、ナイトルースなわけなんですけども、この、#01、ね、闇の扉ってあるわけですよ。に対して、実はプレイステーション版も出てるんだけど、こんな感じで、
ナイトゥールース闇の扉、シャープ1が消えてんですね。まあ、ということで前回のねその動画で話した時にもう言ったんですけど、サタン版はね2作目3作目って言ったんだけど、プレイステーション1作しか出てないんで、なんかっていうかもうこの時点で2作目出す気なかったのかね、プレイステーションでは。で出す気あったらシャープ1ってやったけど、ないからシャープ2どこみたいなねことにはならないという、まあ一作完結にこう楽しめるという感じになってたんですけども、ただねこっちこう2枚あるでしょ、でこっち1枚でしょ、でまあこっちメイキングがあって本編じゃないですか。でこの本編の方のね内容、セット内容っていうのを見るとね、ゲームソフト CD ロム、原画&設定資料集、ミュージック CD ってあって、まあゲーム本編のディスクは当然あるんだけど、まあディスク、ミュージックディスクはね、こんな感じで入ってて、で、原画設定資料集なんてのもこんな感じで入っていましたというところになります。でじゃあこのプレイステーション版のね内容物どうかっていうと、ここにね書いてある内容、セット内容、ゲームソフト CD ロム、メイキング CD ロム、ミュージック8センチ CD って書かれてるんですよね。だまあゲームの、まあ、ディスクは当然入ってるんですけど、でこれまあいいやちょっとまあ3あのミュージック CD 入ってて、でもう一個あるメイキング何っていうとこ、ザ・メイキング・オブ・ナイト・ルースって入ってて、ああそういうことか、あのサタンでいうとこのメイキング・オブ・ナイト・ルースとこの本編、ちょっと今閉めてないからちょっと閉めないと、ナイトゥールースね、あの本編とね、あこの2つが合わさってるんだ、プレイステーションお得じゃんってこうなるわけですね。あと設定資料集がサターンのね方には本編入ってたんだけど、あのこっちの方はねこの取説の中にね設定資料集的なものが入ってるんですよ。まあ、その分取説の内容が薄くなってるから、まあ、紙が減ってたりするんだけど、まあ、そういう意味ではね完璧にこう全部を網羅してるわけではないんだけど、実はこうサターン版に対してプレステ版の方、サターン版の方はねだってザ・メイキング・オブ・ナイト・ルースがこれ2480円税抜きね、税抜き2480円、こっちのゲームが税抜き6800円だったわけですよ。だこれと6800の9280円プラス税なんですけども、プレイステーションは両方入っててこれで6800円なんですよ。だからこの値段的に言うとこれとこれ一緒なんですね。はい、ということでちょっとプレイステーションはねお得な内容になっていました。まあさらに言うとね、このまあ豪華声優陣のところがここ5人からねこれ8人に変わってたりするんだけど、まあそれは、まあ、もしかしたら同じなのかもしれないんだけど、あの内容的にはね、あの売りの人が増えただけかもしれないんだけど、ここねミステリー、サスペンスってあって、ミステリーとサスペンスしかないんだけど、こっちはねミステリー、サスペンス、アドベンチャーってあるんで、あれこれなんかシナリオ追加されてんのかなとか、まあ、こんな感じでね、まあいろんな意味で今から遊ぶんだったらファあのプレイステーション版の方がいいのかなというところなんですよ。で、まあ、ここまで長々話して、お前、非売品の話どうしたんだよって話になるかと思うんですけども、実を言うとね、これの、帯をね、まず確認すると、まあ、帯にはこんな感じで、やっぱりこう、ミュージック CD、原画&設定資料集付きってこうね、書かれていたりするんだけど、まあ、こうなるわけですね。で、裏面の方を見るとね、ここにね、なんかサインがあるんですよ。で、これ何かっていうと、ナイトゥールースプレゼント、声優サイン入り色紙、使用セルガなどプレゼント、詳しくはアンケートハガキでって書かれてたりするわけですよ。まあ、アンケートハガキをね、見るのは見てもいいんだけど、まあ、その前にね、こう、取説ね、取説っての方もこう、最終ページ見ると、ここにね、
なんか書いてあるわけですよ。何が書いてあるかっていうと、出演声優サイン入り色紙、使用セルガを抽選でプレゼント、応募方法、同封されているハガキに必要事項を明記の上50円切手を貼ってお送りください。期間1996年10月31日までお送りくださいって書かれてます。ということで、ゲームソフト発売されたのが1996年の8月9日なので、8、9、10、まあ、2ヶ月と2、まあ、3週ぐらい、アバウトに言うと、まあ、そんぐらいというね、期間の、まあ、プレゼントがあったと。ということで、まあ、声優さんのね、こう色紙とか、まあ、セル画っていうのが、まあ、ちょっと今回言うところの非売品になるのかなというところです。ただね、まあまあそれはいいんだけど、でいざね、こうハガキの方を見ると、まあハガキの裏面のここには、下記の品目から欲しいものを一つ選んで丸をつけてください。なお、イベントの日時、内容についてはセガサターン専門誌で告知いたしますって書いて、これなんだってなると、ここに書いてあるのが、使用セルガ、まあゲームで使ったセルガですね。で、声優サイン入り色紙。で、イベント招待券ってなってるんですね。で、締め切り10月31日まで、招待券のみ、8月10日締め切りとなります。消印有効ってこうなってるんですね。これ8月、の10日締め切りって、すごいですよね。だってゲームソフトが1996年8月9日発売なんですよ。で、これ8月10日締め切りってことは、発売日に買って、ハガキの全部こう説明書とか全部見て、あ、ハガキ、あ、プレゼントここにイベント招待券あるって見て、あ、消し印中、10日ってここでしか確認できないんですよ。だから、このイベントに参加できた人、なんか本当のファンで参加できた人ってどんぐらい、てか応募できた人どんぐらいいたんだろうってすごい気になるんだけど、まあこっちの非売品はよくわかんないんだけど、まあとりあえずサイン色紙とセル画がね、こう非売品としてこうね、存在してるんだなっていうことをね、ご確認いただけたらと思います。で、ちょっとここで気になるのがプレイステーションですよね。で、プレイステーションの方もね、やっぱ帯がね、当たり前なんだけど帯があってね。で、こちらの方も見てみると、まあ当然こうなるんですけど、メイキングディスク、ミュージック CD 付きって書いてあって、まあまあ、この売りはいいんですよ。ついてるから。で、この裏面見るとやっぱサイン色紙がね、ここにあるわけですね。で、見ると、詳しくはアンケートハガキでって書いてあるんだけど、ちょっとね、僕これも中古で買ったんで、アンケートハガキが入ってないんだけど、ただね、アンケートハガキ入ってなくてもね、やっぱりここには書いてあるわけですよ。取扱説明書。あ、プレイステーションだから解説書ですね。任天堂とかセガの場合だと、まあ基本的には取扱説明書と呼ばれることが多いんですけど、プレイステーションだと解説書なんですね。まあで、この裏面なんですけど、ここに何が書かれているかっていうと、出演声優サイン入り色紙、使用セル画を抽選でプレゼント。同封されているハガキに必要事項を明記の上、50円切手を貼って、お送りください。でこちらはね、1996年の12月31日までお送りくださいとなっていて、まあ、ソフトの発売日が、これ、1996年11月1日なので、まあ、約2ヶ月というね、猶予がありました。まあ、残念ながらね、この時にイベントがあったかどうかわかんないんだけど、まあ、アンケートハガキをね、もしコレクションして持ってる方がいたら確認していただければいいんですけど、とにかく、色紙と、あと、セル画っていうのがね、プレゼントされたってことですよ。で、まぁ、ちょっと気になるのがね、この、使用セルガってさ、サタンの方でプレゼントしちゃってるってことは、プレイステーションの、やっぱり、新規のね、なんかセルガがあったのかな、っていう感じもするし、でも、こう、サイン色紙に関しては、この、ここで使われてるサイン色紙は、まぁ、同じものっぽいんだよね。まぁ、でも、これ多分、全部ね、何枚かこう手書きでガーって書いてたりすると、まあそれぞれ違うね、書き方になる可能性あるから。で、あと何枚かって書いてないんだよな、これ。
まあとにかくね、もしかしたらサターン専門誌とかにこうね、載ってたかもしれないんですけど、まあとりあえず枚数もよくわかんないんだけど、で、セルガもね、どういう内容がどっちでこう使われたかわかんないんだけど、まあいろいろとね、非売品探してる方はぜひ、ナイトゥールースというね、ゲーム知らねえよっていう可能性もあるんですけど、ナイトゥールースの、ね、セルガと、まあそれの声優、参加してる声優さんたちの、まあ、色紙っていうのがね、こう非売品として世の中に存在して、結構豪華な声優さんたちが、ね、参加されているので、まあ結構価値のあるものになるんじゃないかなというところで、ご確認いただければと思います。はい、探していただければと思います。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよってアイデアがありましたら、ぜひコメントください。あと動画の拡散、SNS の動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒缶でした。